先ほど勝利となりまして、その瞬間わーっといった歓声、そして大きな拍手が上がりました。こちらではですね、6冠、7冠、8冠をこちらでですね、見届けた方にお話伺っていきます。藤井聡太、8冠勝ちましたね。はい、ピース。見ていていかがでしたか。もう感無量。万歳。やっぱり今回は6冠、7冠、8冠を達成した時とはまた違った気持ちで見ていらっしゃいましたか。そうですよね、うん、ますます強くなってほしい ね、 ね。すごい、勝った瞬間もすごいやったといった声が上がりましたね。そうそうそう、やったとしても期待が持てますね。はい、ありがとうございます。皆さんの、ね、応援してくださる力をあの子は十分に、うん、勝ち取ってると思います。ぜひこれからも応援を続けてください。ありがとうございます。ありがとう、頑張ってね。ありがとうございます。そしてですね、こちらでずっと応援してくださったあの地元のですね、お店をなさっている方にお話を伺います。勝ちましたね。よかったです。おめでとうございます。次回は来月20日ですけども、そこの期待も教えてください。楽しみにしてます。応援してます。はい、こちらのお店では藤井聡太さん応援する、あ、そう、タイトルかかった対局からずっとソータカツオ、ソーダガツオをもじってソータカツオにしたのを、1つの星から今8つの星になっているのでずっと応援してます。あ、1つの星からずっと応援され続けてるってことですか。そうですね、デビューされて29連勝した頃から商店街としては藤井聡太君ずっと応援してます。まさにソーダガツオから取ったソータカツオ勝ちましたね。勝ちました。縁起物なのでカツオは、はい、ありがたいです。ありがとうございます。こちらの商店街ではですね、来月20日、今名人防衛と書かれていますけれども、来月20日勝った際にはこちらにくす玉が掲げられて割られるということで、その際もすごく楽しみですよね。次回の対局も期待感が高まる、こちら商店街からお伝えしました。はい。